奴はどこへ逃げた？足の速い奴だ。それほど時間は経ってないはずだ。くそ、足跡が追えない。ここには雪が入ってこなかったのか。地面に何かこぼれている。牛乳のような白い血。人工血液なのか。手応えはあったはずだ。奴は不死身なのか。奴は恐ろしく足の速い奴だ。しかしこの先は行き止まりのはず。ん？地面に何か書いてある。これは文字のようだ。さっきのゴミ箱の落書きとは質が違うようだ。なめた野郎だ。挑戦状のつもりか。
雪が止んだわ。よかった、またあなたと一緒に星が見られた。会いたかったわ、この28年間。ロレイン、その時計まだしてくれてるのね。時間にルーズな俺に君がくれたものだ。私たちの時間は止まっていたのに。ジョナサン、お願い、カレンは病気なの、助けてあげて。カレンは…ロレイン、ロレイン、ロレイン。知り合いか？友人だ、古い。かわいそうに、ビヨンドから来たんだろう。いや、戻ってきたんだ、戻ってきたんだ、俺のところ。7便をご利用いただきまして誠にありがとうございます。当機はグラビティターンに移り、順調にビヨンドコーストへの軌道を飛行しております。なお、これより先は無重量状態となりますので、ご気分の悪くなられた方はウィンドウ脇の呼び出しボタンを押してお近くのスチュワーデスまでご連絡ください。どうしたんですか？気分が悪いようですね。宇宙は苦手で。宇宙酔いですか？珍しいな、宇宙は初めて。いや、昔事故で宇宙を漂流して、それで宇宙恐怖症に。それは大変ですね。スチュワーデスに行って薬をもらったらどうです？コールボタンなら壁の赤いスイッチですよ。いや、まだ大丈夫。気を紛らわすには話すのが一番です。隣に座ったのも何かの縁です。よろしく、私はレッドウッドです。ああ、イングラムです。よろしく。こんにちは、ニュースオーダーの時間です。現在、ビヨンド内でのナーク中毒者が急増しております。事態を重く見た BCP では、ビヨンドでのナーク根絶を図るため特別チームを編成、ホームからのナーク流入ルートの解明を急いでいるとのことです。ナークはアヘンから作られる合成麻薬で、モルヒネ型依存症状と LSD などの幻覚誘発症状をも兼ね備えた麻薬の帝王といわれるものです。宇宙推進事業団によりますと、宇宙開発におけるナークの依存度は 30% を超えると報告されており、宇宙でのナーク中毒者は増加の傾向にあるとの見解に達しております。以上、 BBC からお伝えしました。BBC、 どこのテレビ局だろう。今のはビヨンドのテレビ番組ですよ。ビヨンドコーストブロードキャスティング、つまり BBC ね。
はい、どうなさいましたか？顔色が悪いですね。宇宙酔いですか？ああ。緊張なさらないで、気を楽にしてください。ありがとう。何か私にできることございますか？
次の話題です。今全世界的に移植用臓器が不足しています。宇宙開発における宇宙環境の影響により人体へのさまざまな障害が起こっています。無重力状態や宇宙船などにより臓器の疾患、異常が急増しており、このままでは十分な移植が賄えないとドナー不足に対する大きな不安が寄せられています。宇宙推進事業団ではホームの移植後進国などにドナーネットワークへの加入を呼びかけています。以上、BBC からお伝えしました。今度はどうなさいましたか？繰り返します。今全世界的に移植用臓器が不足しています。宇宙開発における宇宙環境の影響により人体へのさまざまな障害が起こっています。無重力状態や宇宙船などにより臓器の疾患、異常が急増しており、このままでは十分な移植が賄えないとドナー不足に対する大きな不安が寄せられています。宇宙推進事業団ではホームの移植後進国などにドナーネットワークへの加入を呼びかけています。以上、カレン北条がお伝えしました。
今度はどうなさいましたか？少し眠ったらどうです？そうですね、宇宙酔いも楽になりましたから。何かあれば起こしてあげますよ。それじゃあ。お疲れ様でした。当機は間もなくビヨンドコースト宇宙港に到着いたします。到着ロビーにて国際宇宙検疫制度に従った消毒殺菌入国手続きをお願いいたします。なお、ただいまジュースと食塩錠剤をお配りしております。フライト中に体外へ流出した体液を補給するようご利用ください。本日は当 ASL のスペースプレーンをご利用いただきまして誠にありがとうございます。またのご利用をお待ちしております。まもなく
ビヨンド宇宙港に着岸します。ビヨンドコースト、天と地が一つに見えるところ。ここは本当のあの世、ビヨンドかもしれん。地球でのネゴシエーター特権もここでは通用しまい。一人で北条の行方を探すのは困難かもしれない。エド・ブラウンに協力を仰ぐのが賢明だろう。やつなら快く引き受けてくれるはずだ。エドはビヨンド警察 BCP にいる。やつも50代半ばのはず。ポリスノーツ時代からだから、きっと BCP でも出世してるに違いない。念のためにポリスノーツ時代の写真とロレインの写真を持ってきた。何かの役に立つかもしれない。 BCP はこの宇宙港の近くにあるはず。まずはエドを探しに BCP へ急ごう。